どうもおはようからこんばんは、若殿です。信長の野望創造戦国立志伝八須賀家政編。さて、悲しい音楽から始まっていますが、ついに蒲生氏郷さんがお亡くなりですね。まあさすがにこのイベントを過去でも見ているので、まあちょこちょこ飛ばしながら行きますがいや惨めじゃないですよ。もう彼は十分活躍してくれました。いやーご苦労様でした。あーどうしよう、家臣が一人減ったなでもっとやばい状態になってるんですけれども、まあ音楽を聴いてわかる通り北条家に攻められておりますこちら松倉城。援軍は岐阜城から大谷義継が来ていますが、こちら郡上八幡与力としていただいたんですけれども、なんとね家臣ゼロなんですよね。秀吉さんちゃんと城くれるなら家臣は置きましょうよ本当にねもう無茶ばっかり言う秀吉様、なんとか松倉城は守っていきたい。見たところ西下孫一こと鈴木重秀援軍ですかね、間に合えばいいんですけれどもね。とりあえず城は強化していきますよ。まあ間に合わないとは思うんですけれどもね。いや急いでくれよ。とりあえずできることはやっていこう。増援も呼べるようにしましょう。さてこんなところか。さて籠城戦か。いやーこれ絶対間に合わないと思うな。出陣するぞ。いや間に合ったか。グッジョブ。よし的場くんと長船つついか。かなり不安だけれども、まあ、多分スキルの関係上この2人が選ばれてるんでしょうね。いや太田くんにしよう。出陣するぞ。さて守っていくぞ。陣構えはこういう感じか。まず的場くんはこちらで迎撃。任せください。大谷はこっちに行こうか。任せください。敵はそちらに進軍するか。ならば集中的にこの氏政を攻撃しよう。いやー真田でいうところのね沼田攻めみたいな感じですよね。いやーこの城は渡さんぞ。そうだ我々の勢い思い知るがいい。伊達にここまで来たわけじゃないですからね。的場くん何ができる。射撃を強化。よし一部隊倒したか。あとは貴様だけだ北条氏政。さて黒人衆も駆けつけていますが、城門が破られるか。破壊されました。なんだと罹患だと。危ないな。さてまだか、まだいるんだな。次は誰だ。まあなんて読むのかはわからないが、まだまだ安心はできないということだな。的場くん一旦下がろう。さあかかってくるがいい。出陣する。表情を始めましょう。先月の終始です。さてとじゃあ内通行こうかね。エマちゃん謀反しなさいさてとあとは密談は誰だ。お強国がまた忠誠が減った。よし今のうちにいやこういう方法でも取らないとね、なかなか味方が増えないですよ。
とりあえず修復しておこうか。ちょっとでもね、時間があればいいんですよね。回収も多分止まってると思うんですよね。まあちょっとでも進めておきましょう。規模も上げた方がいいよな。もうここを要塞みたいな形にしていくのもありですよね。大佐船踏んできるかな。よし、これでなんとか守っていきましょう。南から援軍か。はて、どなたでしょうか。てか来れるの。あ、徳川家を通ってきたんだな。なるほど。よし、守っていきましょう。黒人衆来れますか。来れないか。まあ良いわ。今はね、味方も来ていますから、ついてこい。どんどん守っていきましょう。まずはさて、敵が進軍してきていますよ。いやー、埼玉孫一くん、なんとか敵の背後をつけないかな。大谷さんがね、攻撃されていますよ。覚悟は良いか。そんな場所から言われてもね、もっと接近してから行って。いや、なかなか到達できてないよ。あ、やっと来たか。城門が破られるな。敵が城内に侵入しました。とりあえず鈴木くんに任せて一旦交代しよう。お任せください。お任せください。決める。よし、みんな下がれ下がれ。受けてみろ。あ、本丸そっちなんですね。じゃあ攻撃していきましょうか。お任せください。挟み撃ちにしてるんで、いろいろとね、いろいろと効果は上昇しているんですよね。我らの力、侮るなよ。我が道を開けろ。さあ、覚悟するがいい北条。あの、守るのはいいんだけど、自分の城の構造も理解できていないっていうね。城へ戻る。いや、みんなご苦労でやった。さて、エマちゃんへの調略はどうかね。いや、攻めちゃダメ、攻めちゃダメ。よーし、セーフ。あ、しかも私の城じゃないんですね。エマちゃんはエマちゃんで独立しているんですね。いいな、武将6人もいて。くそ、落とすべきだったな。出るぞ、出陣するぞ。味方はこのまま前田家に進軍しているんですね。とうとうどんどん味方がなくなっていますよ。表情を始めましょう。先月の終始です。お、浪人か。ついに山村さん。はて、どなたか。内政よりか。まあいい、今は一人でも多い方がいい。家臣13人か。それでもまだまだですね。まあいい、このままなんとかやりくりしていきましょう。さて、あれからしばし時が経ちまして、我々ずっと何をしていたかと言いますと、こちら、まずここ白骨城という縁起の悪い城を築城しまして、ここを足がかりとし上杉を攻めていこうと思います。で、その上杉家どうなっているかというと、なんと伊達最上連合軍に追いやられて、あと拠点は2つになっているんですよね。で、こちらの拠点、根知城っていうのかな、根知城。なんか根知っこくてやだな。この城が攻められているんで、その隙に我々なんとかこの雪山を行軍して、で、あの北条氏政に突っ込んで、こちら上田城を落としていこうと思います。なぜか上田城が上杉家の拠点ですけれども、あの上田合戦ですよ。もうね、私ね、あの橋場家ブラックですけれどもね、このね、社畜家政、なんとか襲名は達成していきますよ。というわけで、
まあ、ほぼ全軍をもって現在進行しているところです。とりあえず北条すまんな貴様らの領土はちょっとね横切らせてもらう。さて後ろからもゴズメが来ているぞ。ここの部隊何ですか。あ、佐竹くんか。佐竹くんも前進しましょう。宇治橋もビビるだろうな。まさかまさか橋場が我々の領土とか出陣します。いや、素直に通してくれればいいものを。表情を始めましょう。報告いたします。落としたっていいんですよね落としてもいいんですよね。どうしようか。やっちゃうですが敵はまだまだ多い様子。まあできればね変に迎撃してほしくはないんですよね。ちなみに白骨城強化していきますよ。縁起が悪くてもね城は城ですからね。やるだけのことはやっていきますよ。あ、そうそう、北条家のね松田のりひでくんかな、彼味方に加えました。出陣するぞ。待機せよ。逃げたければ逃げなさい。織田信孝。いや、家政さんね、いや本当社畜精神に満ち溢れていますけれどもね、あのここ最近で3人ぐらい倒してますよ。しかも織田信孝。お味方が捕らえられました。あ、ですがやられましたか。あ、的場さんが敵の捕虜になった。大丈夫かな。さて北から敵が向かってきているが誰だ。先月の収支です。上杉は現在孤立している様子。ふむ、この様子だと最上と伊達連合軍がおそらくはこちら、いや違うな、これは北条の救援か。まあ良いわ、我々その隙に横切らせてもらおう。嫌ですよ、次あの伊達を攻略とか最上を攻略とか、あのそんなことはね言わないと思うんで、あの秀吉様ならね、多分ねそろそろなくなるからね、ちょっとねあのちょっと土地狂ってるのかなとは思うんですけれども、まあこんなものか。建設の方はどうだ。さてこのね最上家のね大宝寺か、彼らが来る前になんとか突っ切っていきましょう。あっと間に合わないか。お、伊達家から密使。いやいやいや、手は貸さないよ。女に負けて悔しくないのか。そうだそうだ。いや最上さん、最上さん、あの通してください。いやいやいや、家臣も煽り立てない。ほら、もう一月経ちましたよ。表情を始めましょう。先月の収支です。みんな兵糧大丈夫かな。もう二月とかしかないけれどもね、なんとかここを落としていきましょう。今度は北条家から、いやー引く手あまたですね。加勢いたす。戦場へ参る。やっと通れたよ。で相手は小野寺か。久々だな。彼はね、あの戸沢編でお世話になったんですよね。てか通してほしいんだよな。いや、あんたらと争うつもりなんてさらさらないですよ。さて徳川が援軍として参ったか。家康自身が来る。なるほど、これは厳しいな。ああ、我々との停戦も切れたんですね。
あと一つの城なんですけれどもね、倒すのは厳しいか。起乗するぞ。さて我々何をしているかと言いますと、まあ、まずはね、あの秀吉、豊臣秀吉ですけれども、まだ生きてるんですよね。もう99年なんですが、まあ長生きですね。で、そんな中、我々が何をしているかと言いますと、前回と言いますか、少し前に上杉がやられて、で我々、主命がなかったんですけれども、ついに、彼から、秀吉様から主命をいただき、こちら、清須織田家、切り取り次第でございます。やっと来たよ、ほんと、まともな任務が。なんで、桐山御所は味方と協力して落として、で、その後に、清須織田家攻略の任務があって、で、こちら、岐阜城は手放したんですけれども、大垣とか、あの津城とか、あと、鳥峰城っていうのかな、ここの拠点を寄り木にいただきました。で、我々、桐山御所の戦いで結構疲弊してたんですけれども、兵力が回復したんで、なんとか、この南の、こちら、平塚くんがいる鳥羽城、こちらを落としていこうと思います。現在、清須だけ同盟している相手はいないので、これからどんどん兵力を削りながら、この清須だけの城を取っていこうと思います。松倉城？いや、そんなものはなかった。いやね、あれからね、徳川家の攻勢がすごくて、白骨城がまず落ちて、で、ここ、高原諏訪城も落ちて、あとはね、敵が大軍勢で松倉城に迫っているんで、まあ、城の防御はね、彼に任せました。こちら、荒木村次、荒木村重の長男ですね。彼に任せました。賤ヶ岳の戦いに参加して負傷し、以降戦には出られなかったという。いやね、賤ヶ岳の戦いなんて起こってませんから、彼はね、まだまだ健全なままで、ここ、松倉城を守ってもらいます。すまんな、荒木。あとは任せた。大丈夫。鈴木茂秀君がいるから大丈夫。あとは任せましたよ。我々は近畿に戻ります。というわけで、その間にこうして、攻めていますよ。まずは鳥羽城をいただく。他はどうでしょうね。まだ兵力は多いな。清須織田家か。さて、あちこちから攻められているが、おっと、鈴木くんどうした？松倉城が包囲されていますよ。我に撃てぬ敵なし。貴様、まさかこの城を見捨てる気か。で、私が言った口じゃないんですけれども、お、浪人がいるんですか。いや、いないじゃないですか。暗黒寺AK、嘘をつかないでください。とりあえず我々元いた領地に帰ってはきましたが、ここからなんとかね、勢力を広げていこうと思いますよ。まだ近畿がありますからね、そう簡単に負けはしないですよ。しかし、こちら、鳥羽城ですか？案外あっさり包囲まで行きそうですよね。どうだろう。亀山欲しいな。ですが、まだまだ兵力はある様子。一旦鳥羽城攻めに移って、兵力を回復させてから改めて、清須だけ戦っていきましょうか。もう普通に包囲まで行ったな。柳生くん下がろう。こちらはどうだ。大谷くんか。おお、清須織田家から。いや、あんたは倒させていただくよ。あ、みんなお見舞いに来てくれたんですね。いや、松倉城は落ちるな。しかし、なぜ本当鈴木茂秀君はね、向かってこないんでしょうね。
秀吉が亡くなった。いや、イベントもなく亡くなるとか。ご命令くだされ、報告いたします。出るぞ。いや、撃って出ます浪人いないんですね。多分松倉城にいるんでしょうね。まあいい、まあ、松倉城の方は荒木くんに任せるとして、我々はねこの鳥羽城を狙っていきますよ。いやー、かなりねぐだってはいるんですけれども、なんとかねまとまりよくこう軍団を形成していこうとは思うんですよね。いやー、助けてくれないなおっと、荒木村次討ち死にか。味方が討ち死にしました。いやー、よくやった。お前の武勇はね、無駄にはしない。敵に城を奪われました。さて、松倉が落ちたな。ずいぶん強化しているんでね、改めて落とすとなるとかなり難しいとは思うんですが、まあ尾張を取れば形勢は違うとは思うな。お、鳥羽城が落ちたな。騎乗する、騎乗する。鳥羽城を落としたならね、落としましたよっていうね話が欲しいですよね。さて、橋化けですが、彼がね大名となっていますが、私この人を知らないんですよね。木下家定、まあ、木下家の一門なんでしょうね。彼の次男で姫路城代を務めた。関ヶ原合戦で西軍の弟小早川秀明の入城を拒んだ。慶長日記は彼の1613年の1年間を記した資料である。ふむ、まあ能力は平凡だな。まあこんな人でもね、橋化け一門ですからね、なんとかやりくりはしていくが、さて、四国の方はもう讃岐と阿波を取ったんですね。まあ本格的に西の方は島津家との戦で、近畿の方はこの清洲織田家ですね。残り48,000、我々は定数は3万か。まあできないこともないんだな。とりあえず鳥羽城は落としたんで、まあなんとか帰って軍備を増強して改めて清洲織田家を攻める、まあこんな感じでしょうね。じゃあかなり下って我々の領地も失いましたが、なんとかここら辺でね、軍団を形成していこうと思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録・高評価お願いします。若殿でした。